こんにちは、アンナスです。今日はチョコレートの刺繍をしようと思います。まあ、今日はこれ全部ではなくて、この中の一番難しいと思われるこのバリオンステッチの説明をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、それでは今日はこのチョコレートの図案を作ったんですけど、ちょっと前にこれのここのバリオンステッチでコーヒー豆を作ったので、そのコーヒー豆の刺繍をしたいと思います。まあ、図案ってほどでもないんですけど、まあ、チョコレート、あ、ちっちゃい方がいいですね。いつもあの100円玉ぐらいとかなんで、本当あのお金じゃないですね、お金にはもうないサイズのこのちっちゃい1円よりもちっちゃいサイズの丸を作って、まあ人差し指ぐらいで、ここにあのコーヒー豆をつけるので、このチョコレートのコーヒーの刺繍をしようと思います。では図案を写していきます。チョコペーパーのインクの方を下にして、上から写す図案を乗せて力を入れてなぞります。もうとりあえずこれは丸だけでいいです。丸が仕上がった上にこのコーヒー豆を乗せるので、丸しか写してないです。では刺繍していきます。はい、それでは、これのこのチョコレートのこのお豆、コーヒー豆を、バリオンステッチっていうステッチでやってるので、ちょっとこれだけクローズアップして、このチョコレートだけ今から作ろうと思います。なのでまずは、チョコレートの土台の丸い部分を埋めていきます。では刺繍をしていきます。最初にちっちゃい並縫いを入れて、玉留めの代わりのものを作ります。一つ前の穴に刺して、で絡まっているので切ります。で最初は真ん中に基準を入れて半分ずつ埋めます。でないと刺繍糸ってまっすぐにしかならないので、端から埋めていくっていうのはちょっと難しいんで、1本基準を入れて上でも下でもいいので半分ずつ埋めます。はい、では丸ができたので、また続きをやるときは裏の糸に2回絡めます。もうこれで絡まっているので、ど真ん中に縦に2本バリオンステッチの長いやつを作ります。ちょっとゆっくりやりますね。まず出します。でここからここまでの長さバリオンステッチをしたいので、下に刺して、ついでに頭を横と出して、こういう状態を作ります。でこの布から出てる方の糸を緩く10回巻きます。すごい緩く巻いてはいけないんですけど、まあ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 あんまりきつく巻くと針が抜けなくなるので、緩く巻いて親指と裏指の指で押さえて引っ張ります。これでそーっとまず絡まった抜きますね。で抜いたら今外見せますけど、こういう状況になっているんで、これを指で押さえたまま縮めていきます。これ一気にギュッとやるとあのコイルがきれいにできないので、少しずつちょっとずつ引っ張って、で下にやるともうできているので、あとはここにそのまま刺して、これで出来上がりです。で、もう一つももうぎゅうぎゅうに詰めて刺すので、すぐ隣に出して、さっきと同じですね、こういう状況を作って、で
布から出ている方の糸を10回巻きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で下に寄せ集めて押さえて引っ張る。でこの状態のままちょっとずつちょっとずつ指の間をスライドさせながら下に下ろしてきて、でそのまま素直にここに刺すとこれで出来上がりです。で終わる時も最初と一緒で裏に絡めて切ります。で次に、この隙間にストレートステッチを入れます。裏に絡めて、でこのさっき作ったバリオンの間に無理やり押し込みます。でまあこれでもいいし、すごいギュッて引っ張っちゃうと下に落ちてしまうんで、まあ2回ぐらいやっても大丈夫です。まあ私はこれでいいかなと思うので裏に絡めて、あ、糸切る。これで出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。